なのですね、このラジオ局、聴取率取りがちっていう、うん、その週ルウィークは、うん、力を入れがちっていう。力を入れがち、うんうん。引っ張って、その話題に出てたゲスト呼びがちっていう、そのラジオの、ね、声優呼びがちみたいなところもありますけれども。うん、エレベーターにその、うん、全番のスケジュール貼りがち。うん、スペシャルウィーク何をやるか。告知しがち。しがちっていうね、うん。うん、ありますよ。意外と気にしがち俺みたいなところもありますけどね。それはあるあるではないでしょう。うん、ラジオあるあるのためにですね、ええ、リベンジ、うん、で、だから、全部があるあるだという男が、うん、帰ってきますね。このご機嫌な目が流れてますけれども、来週はレイザーラモン RG カムバック。やってやるよ、本当によ。で、俺ね、あの男は。里水に電話したんですよ、うん、お昼に昨日か一昨日か、うん、おい、あ、昨日だ、うん、おい、その一回跳ねた企画追いがちなんじゃねえかと、うん、そりゃそうだ、その全く同じことになりがち、でも一発目の方が跳ねたから下回りがちなんじゃないかと、うん、じゃあじゃあちょっと後でかけ直すって一回切られて、なんだよで、里光から、うん、またかかってきて、いや、若林くんがそう言う、うん、言いがちだから、うん、今ちょっといろいろやってんだ、こっちはと。ほうほうほう。RG さんがね、うん、あるあるツアーっていうのやってたんですって。うん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 、今日か。今日よ。今日やってたんです。今日。うん、で、それに里光も一緒についてってて、うん、で、どういうイベントかっていうことが、まだちょっと俺わかんないんですけども、うん、なんかこっそり某所に行ってね、うん、RG さんが挑戦状を置いてきたんですって。うん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 、で、なんか証拠写真があるの？うん。なんか。これだよ。あ、それそれそれ。これだよ。あ、それか。私上。うん。うん。春日あるある、早く言いたい。うんうん。私上、春日あるある、早く言いたい。俺のやつ日本で。どこですか、これ。え？どこ行ってきた？私んちだよ。あ、家来たんですか？勝手に家帰ってきてさ、うん、私が寝てるところをさ、あ、寝てたんですか？そうよ。で、なんで入ってきたのって言ったら、里光は鍵持っててさ、うん、あいつが開けて入ってきてさ、模様が。うん。その時の、あ、聞けるの？模様。あ、ちょっと聞きましょうよ、じゃあ。なんか撮ってたよ、うん、そういえば。はい、どうも、RG です。今、春日の目の前にいます。あるある、叩きつけてやる。行きましょう。行きましょう。なるほど。あるあるだ、あるあるだ、あるあるだ、あるあるだよ、あるあるだよ、寝てるとこ早く起きろ、あるあるだ。いや、それ何ですか、何、あるあるバスツアーの、あるあるバスツアー、あるある、窓開けてみてみ、窓開けてみてみろ、ほら見てみろ、下見てみろ、下見てみろ、なんだよ何やってんの、下見てみろ、あるあるバスツアーじゃないよ、あるあるバスツアーだ、誰が携帯をさ、オールナイトでぶっ潰してやるからな。俺、この写真見ろ。ちょっと写真見し。うちじゃないよ、これ。何やってんすか、RG さん。行ってきたぞ。何あるあるの対決を、RG さん来ますけど、うん、挑戦受けますか？いや、受けたってやるよ、じゃあ。お。こっちはね、実家まで行ってね、リアルなあるある撮ってきたんだよ。リアルなあるあるって何？春日あるある。春日あるあるをね、本当のあるある撮ってきたからな。テンパで流してやるからな。言ってる意味が正直分かんない。あるあるあるを。ある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 。これ言っといてやろうか。はい。春日あるある。実家、家でかいだ。家でかい。感想じゃない。全然あるあるじゃねえんだよ。これね、意味が分かんないな。いや、私はよく分かんないんだけど、うん、だからね、説明しますと、今日ね、うん、その昼間、家で寝てたらさ、バーッと入ってきて、今のやつ、あるあるだで、里光バートから、あるあるだって入ってきて。うん、で、この私情報渡されて、うん、で、そ、写真も渡されてさ、だから、実家とか、私の行きつけのね、そのお肉屋さんとかに、なんか、勝手に行って、うん、なんか写真とか撮ってきたんだ、うん、じゃない？これなんでラバーガールの飛び投げ、飛び投げも入ってんだよ。意味わかんないじゃん。で、窓開けてます、バッて見たら、下にそのツアー客、で、30人ぐらいか、あれね。40人行くじゃない。で、その一番前で飛び長くんがすっげえ手振ってんの。何飛び長くんがいるんだよって。あるあるツアーっていうのあるあるツアー。やってるのかな、RG さんがよく。何回かやって、それで行ったらしいのよ。
面白いな。だから実家のね、そのご家族からは何も連絡がないから、うんうん、気づいてはいないと思うんですけどね、来たことに。まあなんかとりあえず果たし状っていうのもいただいてるんで、うん、来週は芸能界あるあるを決定戦っていうのをやるんですよ。うん、で RG さんが勝つか、うん、まあリスナーが勝つか。いやもうここまでされたらもうまた勝ちたいね。そうですよね。2連覇。うん、で前回同様は日常と芸能と下ネタのあの3ジャンルであるあるネタを募集中です、うん、ただし今回セレクトなので、うん、ちょっとより狭いコースをギリギリでついてきてくれると嬉しいなっていうことですね、うん、そうね。だからこれ RG さんになんか僕から聞きたいのはやっぱりその、うん、そのだから2番煎じっていうか、うん、そのね、うん、大丈夫なのかってことです。あるのかと。あれ、あの放送超えれんのかっていう。うん。うん。やれんのかっていうね。大、う、体、ん、そのね、2回目やった時は、1回目を超えられない感じだもんね。下回りがちですよ。もう映画もそうじゃないですか。ダイハードぐらいですよね、うん、2の方が面白いけど。面白かったね。うん、スピード面白かったけどね。スピードも2ね。スピード面白かったよ。ターミネーターも2面白かったよ。意外と2面白いね。おぉ。2、でもまあ難しいよ。あ、2つまんなかったのなんですけど。いや、そんなもん。パッと言えるかよ、そんなの。なかなか難しい。なかなか難しいですよ。まあまあまあ、うん、ということなんで、来週10月20日です。うん、皆さん、お楽しみに。あるあるだ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 。うるさいな。RG さんのさっきの音源が、うん、リスナーに波紋呼んでるらしくて、すごいメールいっぱい来てて、うん、ラジオネーム、降臨の公園さんなんですけど、うん、RG さんが言っていた、うん、あるあるだは、うん、警察だみたいなことなのでしょうか、うん。今回はオードリーの歌でのあるあるも聞きたいなっていうの、うんうん、はい。まあ、そうなんじゃないですか。あるあるだ警察だ警察だみたいなことですか。ことでしょ。うん、あるある警察ってことじゃなくて、だから、だからじゃあ、でもこう、踏み込んでくる、踏み込みがちってことなんじゃないの？それ自体がまあ大きい、あるあるだ、あるあるをやっているってことなんだよ。そういうこと？わかんない。わかんないよ、寝起きじゃ。寝起きじゃわからんよ、うん、私も。あるあるだ！わかんないっすね。わかんない。いや、そうだ、私も、で、来た時、あるだ、あるあるだっていうのが、うん、警察だって同じトーンで言ってるから、そな、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 あるある、あるある警察なんですかみたいな、もうさ、疑問はあったよ、私。あの人さ、うん、オールナイトのさ、俺らのさ、あの、うん、エレベーターに貼ってるポスターにさ、ゲスト RG って書いてある、スペシャルウィークの、うんうん、あの、やばいやつの顔してるよね。そうだね。目つきとかね。坊主だし。もうだからもう、そうだね、ちょっと極めちゃった人の顔つきだよね。うん、RG さんに前回を上回れんのかと。うん、もう2番線になんない、ダイハード2になれんのかっていうのをさ、ちょっとガザさん言ってくださいよ。それで CM 行きましょうよ。おう。うん。おい、RG さん。いや、さん付けなんすか、また。くぅいや、くぅに頼りすぎだって。言ってやりますよ。言ってやりますよ。おい、RG！え、前回の2番煎じになるようなことは、ないだろうな。え、ダイハード2になれんのか。お、プレイザー2じゃダメだぞ。あるあるだ、あるあるだ、あるあるだ。いや、これスペシャルウィーク心配っすね、これ。大丈夫っすか、これ。